1日の動画が撮れますように。よなんチャンネル、こんにちは、モリアンナです。本日はこちらやっていきたいと思います。パワープロの日記念10連福袋お一人様4回限り、なんで5回じゃないのということで、皆さん今めちゃくちゃ話題になってる選手知ってますか？そう、藤井選手。まあ多分プロスピーやられてる方だったら藤井選手やばいってと話題になってるかと思います。さあ何がやばいかと言いますと、見てください、こちらフォースラ、そして縦スライダーっていうのがあるんですけれども、一緒らしいですこちらね、動画をいろんな方が出してまして、 VIP さん、クレイさん、ゼンちゃんさん、ミスタードライさんなどなどいろんな方が出しているんですが、本当にすごいのよ。なんか噂ではなんかやばいらしいよみたいなのは聞いてたんですけど、動画を拝見させていただいて、いやこれ一緒やんってなりましたなので藤井選手、私も欲しい、リア台で使いたいということで何この喋り方ということで、藤井選手を取りに行きたいと思います。ちょうどね、ちょっと中継ぎが欲しいなと思っていたところだったので、藤井選手一択狙いで行きたいと思います。森アナ、自チームをソフトバンクにしてまいりました。では参りましょうか。S が出たら自チーム選手確定、購入2回目4回目は自チーム選手1人確定ということで、ソフトバンクの選手が出る確率はもう4回のうち2回ある2分の1はソフトバンクの選手 S ランク出るので、さらに藤井選手を引けるかどうかっていうところになってくるわけです。レッツゴー。藤井選手の確率が低くなっている。1回目だから、うお待って、押した、私今、あれ、ですよね。 T 岡田選手、こちら大山川選手、こんちゃ、ビヘイラ選手、こんちゃ、3枚。1回目は A ランクが3枚出ました。結構出ましたね。ということで2回目、ビヘイラ選手いきましょう。ジョーシュ君、レッツゴー。ウェイ、何回見ても虹ライン室はテンション上がりますね。あれ、これは虹色はしてくれない。いいね、シャーン、幸子さん、若林選手、こんにちは、藤井選手の動画が撮れますように。みんなに聞かれたくない声でよう歌舞伎かなええちょっと待って、嬉しい、まず第一に嬉しい、ありがとうございます。ちょっと待って、落ち着いて、みんな落ち着いて、分かったから、分かった、興奮してるよね、みんなも興奮してる、分かった、でも私が一番興奮している。ちょっと待って、私ね、ツイッターでね、あのライクさんっていう選手がいるじゃないですか、プロスピの。あの方がね、1万エナジー使ったっていう動画を出されてたんですよ。1万エナジー使ってるのかって思ってたの。それを見た後だから、もうほんとそのぐらい取れないものだと覚悟してたから、ちょっとびっくりしちゃって今。え、
かもう私藤井選手以外は今ちょっとソフトバンクの選手ちょっと別にいらないなっていうかちょっと必要ないなっていう感じだったので一択狙いだったのでめちゃくちゃ嬉しいです。動画出せる頑張って育てよ藤井選手こんちゃ。私一番嬉しい。もう引くのやめちゃおっかなっていうくらい嬉しい。ということでどうしよう、自チームもちょっとソフトバンクじゃなくていいのでちょっと変えたいと思います。ということで自チームをカープにしてきました。まあ、私の動画を全部見てるよっていう方は分かると思うんですけれども、まあ、前回Sランク 10% 契約書10枚もらえた時あったじゃないですか。その時にちょっとカープの選手欲しい選手が2人ほどいまして、坂倉選手大瀬良選手を狙っていたんですが、まあ、ちょっと結果が良かったら動画を見てくださいということで、まあ、この時点でちょっと察してるとは思うんですけれども、ちょっとカープで行かせていただきたいと思います。レッツゴー。最近ちょっと確定外からあんまり来ない気がしますね。皆さんどうですか、最近確定外からもうバンバン S 来るよっていう方いらっしゃるのかな。最近ちょっと渋めな感じがしますね。1枚か。浜口選手こんちゃ。ということでラスト4回目になります。チーム選手1人確定ということで、もうエナジーないの。また課金。マミさんやるね。ということでまんまとコナミさんの策略にハマっております。マミさんです。それではラスト4回目いきたいと思います。コナミさんよろしくお願いします。よしくんレッツゴー。さあ虹色あれ今日は演出は渋めでしたね。全体的に。はい、よしくん。S ランク確定1枚のみです。大瀬良さん、坂倉さん、お願いします。 D ジャンプ堀井選手、こんちゃ。なななななな、なんチャンネル。さあ、ということで今回の引きはこんな感じになりました。まあ、S ランクは確定外からは来ていただけなかったですが、こんなことありますか。びっくりしちゃう。本当に変な声が出たなと反省してます。本当もうモザイクかけてほしい、あの時の私に。いやでもよかった。なんかでもここまで来るとうざいやつになっちゃうんですけど、ちょっと本当にびっくりして興奮してます今。いや頑張って育ててちょっと動画になると思うのでぜひそちらもご覧ください。藤井選手のこの上からのスライダーもめっちゃ普通にね変化量変わらず落ちるということですごかったので、ちょっと実際に使えるのがめちゃくちゃ今嬉しいです。はい、ということで皆さん今回はね TS 第6弾が来るかなと多分楽しみにされてた方が多かったかなと思うんですが、今回はねなんと福袋パワープロ記念福袋が来たということで、皆さんは引かれましたでしょうか。まあ、結構ねちょっと TS 第6弾まで待つよっていう方がいらっしゃったり、まあシリーズ2アニバーサリーまで貯めるよっていう方がいらっしゃったんですが、いや本当に紙袋でした。なんか違うな。いや本当にでも紙袋でした。なんか言うなね、もしね引いてないよっていう方がいたら、まあ、ちょっと引いてみてもいいかもしれないですね。でも私は責任は取りません。自分ご自身で引くか引けないかはもちろん決めていただいて、もし紙引きした方はね、
メント欄で教えてください。完璧しなかったよって方もぜひコメント欄で教えてください。ということで、私は今藤井選手を伝えることワクワクしてます。頑張って育成して、また皆さんに楽しい動画を届けられるようにしたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。紙袋。